はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうき10代です。さあ本日なんですが、10代軸ヒーローをね、作ってきました。今日は今ね、レジェンダーソルジャーアカデミアっていうルールがやってるんですけども、アカデミア用のデッキです。はい、結構アカデミアはね、意外と誘発もそんな飛んでこなかったりとかして、割となんか今まで活躍しなかったようなデッキが活躍できる非常にいいイベントなんですけども、今回は、10代軸のヒーローなんで、もうね、エレメンタルヒーローと、まあ、それに関連するカードしか入ってなくて、あとネオスペーシアン。ビジョンヒーローとか、マスクドヒーローとか、はい。デスティニーヒーローとか、あの辺とはね、完全に決別をしましてですね。今回は融合のサーチも全てエレメンタルヒーローに任せるという、ね、そういう、デッキとなっております。はい、なので、今までのね、まあ、いわゆるファリスムーブ、ファリス、インクリス、バイオンみたいな動きができないわけですよ。というわけで今回は、融合のサーチをですね、このね、スピリットオブネオスっていうモンスターと、あとこのブレイズマンに任せてまして、でここで融合サーチね、でまあミラクルフュージョンサーチはサンライザーとか使えるんでまあいいんですけど、そういうモンスターを、まあ、リクルートしてくれるように今エマージェンシーコールとか、あとこれね、EN 系のカード、これ皆さん EN って知ってます？これねめっちゃ強いんですよ、この辺実はあんま使われてないですけどね例えば EN エンゲージネオスペースは、手札デッキからね、N とネオスペーシアンとエレメンタルヒーローを墓地を送ってデッキからネオスペーシアンかレベル5以上のエレメンタルヒーローを特殊ができるっていう、で しかもデッキ墓地から融合手段に加えるっていう効果を持ってるんですね。でこれでもうスピリットオブネオスを特殊召喚すると、スピリットオブネオスの効果で、エレメンタルヒーロー系のもの、魔法トラップカードか融合をさらにサーチできて、さらに融合もサーチできるから、まあ、融合2枚サーチしたり、融合とフェイバリットネオスサーチしたり、融合とネオスペーシアンサーチしたり、なんかほんといろんなことができるんですよね。これがめっちゃ強い。ただし、この効果を発動するとき自分はエクストラ特殊召喚が融合モンスターしかできなくなっちゃうということで、リンク召喚がほとんどできないんですよね、これ使うと。なんで今回これ軸で考えてるんで、もうリンクモンスターもほんとヘルデバイサグラにして、もうほとんど入れてません。で、EN 系のカードだとこのシャッフルね、シャッフルはエレメンタルヒーローかネオスペーシアンをデッキに戻して、そいつと違うエレメンタルヒーローかネオスペーシアン出すっていう。だ例えばスピリットオブネオスから出てきたネオスを戻して、あのエアーマンを特殊召喚とかできるし、エアーマンを召喚した後にエアーマン戻してブレイズマン特殊召喚とかもできるから、結構強いですね。はい、非常に。で、もちろんスピリットオブネオスも出せますけどね、これね。で、墓地のこのカードをね、戻すと、エレメンタルヒーローモンスターと、ネオスペシャルモンスターを戻すと、ワンドロー、またはネオスを1枚下ろすとワンドローっていう効果があって、だから、まあ、一応、使った後にアドバンテージ回復できるんで、結構強いんですよ。はい、でこれもガン詰めですね。で、インスタントコンタクト。これは、レベル7以下のエレメンタルヒーローモンスターがネオスペーシアンを1000ライフ払って出すっていう、なんか何の特に縛りもついてないめっちゃ強い効果なんですよね。でこれで今日はね、基本的にはこれ出していきます。まあ、一応サンライザーとか出すとミラクルフュージョンサーチできることがあるんですよ。これエレメンタルヒーローネオスがね、フィールドか墓地にいる場合だとモンスターの効果無効にならないので、出てきたモンスターの効果無効にならないので、なんか効果が有効になってるんですけど、今回はこれを出していくのを目的にしています。でフレームウィングマンとネオスで出せるそのシャイニングネオスウィングマンっていうこの超かっこいいモンスターがいいんですけど、これをフェイバリットコンタクトで出していきたいっていう感じですね。今回は一応妨害としてアイルランで、もう基本的に先行で相手の効果無効にするとかあんまないんですよヒーローって。一旦相手の攻撃全部受けるんで、だから、まあ、破壊された時になんか耐性があるようなモンスター、例えばアブソルートゼロとかね、はい、とかあ と、ネオスクルーガーとか、これ破壊されるとネオスバイズマン出てくるんだけど、とかあとこれウェイクアップ用エレメンタルヒーロー、これ神経追加されましたけど、これ破壊されると手札でいくからセンスも特殊ができるということで、まあ、こういうモンスターを立てて相手の動きを一回受けて、で3ターン目に返していくみたいなイメージですね。でネオスフュージョンで出して いけるモンスターがたくさん入ってて、まあ、例えばネオスクルーガーとか、あとレインボーネオスね、はい、レインボードラゴンとの融合でレインボーネオスとか、あと今回新規で追加されたアームドネオス、アームドラゴンと融合召喚ができる。だからもう本当に万丈目くんとの、まあ、融合、そして、ユメルとの、融合、そして、ヨハンとの融合、これ全て果たしていると。絆の力ですね、はい、とてもね楽しいデッキに仕上がりました。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ楽しいデュエルにしていこうぜ。デュエルは二人で釣り上げていくものだろ。楽しいデュエルにしていこうぜ。エレメンタルヒーローブレイズマン召喚
ブレイズマン使ってるのマジで久しぶりだわ。いやマジで久しぶり、ブレイズマン使ってるの。いや本当になんか嬉しいな、こういうデッキ使えるの本当に。あのねやっぱねヒーローはねエレメンタルなんですよ。はい、ビジョンでもね、 D でもね、デスティニーでもね、イービルでもないですよ。ヒーローはエレメンタルなんですよ。というわけで今回はエレメンタルヒーローゴリ押しデッキを作ってきたんでね、あのファリスとか一切入ってませんので、びっくりするぐらいギミックは弱いですよまあただね、あの魔法カードが強いんで、この魔法カードをゴリゴリに押して、展開をしていこうと思ってます。 EN シャッフルを発動。 EN シャッフルの効果によりヒーローをエクストラデッキに戻し、戻したモンスターとカード名が異なるエレメンタルヒーローをデッキから特殊召喚、現れろエレメンタルヒーロースピリットオブネオス。効果発動。特殊召喚に成功した場合、エレメンタルヒーローモンスターのカード名が記された魔法トラップカード1枚を手札に加えることができる。これが俺のフェイバリットモンスターだぜ。現れろエレメンタルヒーローネオス。ネオスって召喚ムービーないんだねインスタントコンタクトを発動。インスタントコンタクトの効果により、エレメンタルヒーローフレームウィングマンをエクストラデッキより召喚条件を無視って特殊召喚。そして2体のモンスターを使ってリンク召喚。まあちょっとここなんか若干悪魔族だからなんか若干これ思わってなるけどねエクストラヒーローヘルデバイサー。リンク召喚成功時効果発動。エクストラデッキのヒーローを相手に見せつけることによりそのモンスターにカード名が記されたモンスターをデッキから手札に加えることができる。アラーロユベル。そしてネオス。そして手札にマジックカード融合を発動。ユベル俺とお前で超融合。アラーロエレメンタルヒーローネオスクルーガー。かっこいいかっこいい。そしてミラクルフュージョンを発動。ミラクルフュージョンの効果により、フィールド墓地より素材をゲームから除外しエレメンタルヒーロー融合モンスターを融合召喚する。エレメンタルヒーローフレームウィングマンとエレメンタルヒーローネオスの魂をゲームから除外。ウェイクアップいつの日もAlways キュアを彫る君の熱い思い届いてみれば下手くそな歌らすいません。ウェイクアップユアハートによりウェイクアップユアエレメンタルヒーローが登場。かっこよくないこの盤面ギャース。いやでもなぶっちゃけ正直サンダーボルトブラックホールめっちゃ飛んでくるから、めっちゃ飛んでくるからこそこのモンスターたちは輝く。エレメンタルヒーローネオスクルーガーとエレメンタルヒーローウェイクアップユアエレメンタルヒーローの、効果により破壊された場合お互いにモンスターをリクルートできる。現れろネオスワイズワン。そしてエレメンタルヒーローウェイクアップユアエレメンタルヒーローの効果により敵距離エレメンタルヒーロースプリットオブネオスを特殊召喚。そしてスプリットオブネオスの効果発動。特殊召喚に成功した場合、ネオスキいやネオスかエレメンタルヒーロー系のカードを手段に加えることができる。これはエンゲージネオスペースの方が良さそうですね。まだありますね。まだありますね。まだスプリットオブネオスあるからエンゲージネオスペースを手段に加えていく。よし、さあネオスワイズマンは、戦闘をする場合相手の攻撃力分のバーンダメージを相手に与えるということか。そしてスプリットオブネオスは、特殊召喚し、まあ、これは関係ないな、まあ、あんまり今はあんま関係ないわ。さあサイバー何ヘルカイザー、ヘルカイザーだったのか。ヘルカイザーリョウ君じゃないですか。熱い融合対決が見れそうですね。これマジでちょっと殺意が高すぎて負けないか心配ですけど殺意が高すぎてあのデッキはこちらのヒーローもろともねワンキルしてこようとしますからね。そしてリミッター解除のあるヤバすぎるカードも入ってますからちょっと殴らせるわけにいかない。あのデッキは本当に展開は見守りますわ。とりあえず、まあ、妨害はないんでこれだけね、あのね妨害いないですから。はい、なんかあの江戸とかいうプロデミリストがなんか爆誕させてくるなんかデスティニーヒーローブルーディーとか激キモモンスターとかね、ああいうモンスターも入ってないんで一切
もうちゃんと相手の展開を全部見て受け切って、で破壊耐性とか結構あるんで、破壊耐性とか、あと戦闘で破壊されたり効果で破壊されたりすると、なんか今みたいにリクルートみたいな効果がいっぱいあって、でそういうモンスターで相手の動きをちゃんと受けて、ちゃんと受けて、で受けてから返していくと。まあ今回はフェイバリットネオスがあるから受けることはしなそうだけどね。ちょ受けると終わるからあのデッキ多分。エマージェシーサイバー OK、 エマーサーいいよ。パワーボンドでね、ガチでやばいモンスター爆誕させてくるからね、ほんとそれが一番やばいからね。おちょっとレミ回だけ警戒しちゃいけないからな。あとダークネスドラゴンね、ダークネスは装備カード装備してると効果無効にしてくるよっていう効果があるんで、いやこれなんだよな、でここで打つしかないんだよ多分。フェイバリットコンタクトを発動、これが俺の信じるマイフェイバリットモンスターらせ、エレメンタルヒーローネオスとフレームウィングマンの魂をデッキでおろし、あらあらの魂の魂の攻撃表示アローエレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマン、シャイニングネオスウィングマンは特殊召喚に成功した場合、相手のフィールド上のカードをフィールド上の属性の数だけ選んで破壊することができる。オーケー、あーオーケーオーケー、サイバーエンドドラゴンガチでやばいことした。エレメンタルヒーロー、シャイニングネオスウィングマンの効果、シャイニングフライブシュート、うわー危ない危ない、絶対ワンキルしようとしてた、絶対にワンキルしようとしてた、絶対ワンキルしようとしてじゃん、あれアルシガドなんだよ。EN エンゲージネオスペースを発動、伏せカード一応あるから、ちょっと一応ねサイバーネティックオーバーフローとかもしれないから、ちょっと一応ちゃんと待つか。エレメンタルヒーローシャドウミストを墓地の国、デッキからエレメンタルヒーロースピリットオブネオスを特殊召喚、スピリットオブネオスを特殊召喚し、さらに墓地から融合を開始、さらにスピリットオブネオスが特殊召喚に成功した場合の効果と、シャドウミストが墓地をくれた場合の効果を発動、これによってシャドウミストの効果によりヒーローモンスターをサーチし、スピリットオブネオスの効果によってヒーローカードをサーチする。エレメンタルヒーローエアーマンとネオスフュージョンでよろしいな、ネオスフュージョンを手札に加えていく、打ってるよな。そしてスピリットオブネオスの効果、自身をリリースすること、あデッキ持つことによりエレメンタルヒーローネオスを特殊召喚、さらにいや一回融合し、いやエアーマンが先、エアーマン召喚、エアマン召喚成功時効果発動、フィールド上のヒーローモンスターの数だけ相手の魔法トラップを破壊、うわーリミッター解除、危ねえ危ねえ1万6000貫通攻撃をしようとしてきてた、マジ危ねえさすがさすがヘルカイザー、俺は負けたくないって言いながら1万6000の貫通をさせようとしてきてた、危なすぎる。そして力を借りるぜヨハン、ネオスとレインボーデラゴンを楽しみよ合体、あれよレインボーネオス行くぜ、これが俺のフェイバリットモンスターたちだぜ、いけーチャイニングフレイムシュート、対戦ありがとうございました、ガチャ楽しいドリルやったぜ。これなんか H のさあのやつかっこいいよね、この H、 まあ、H の上に出てくるのはあのヒーローっぽい見た目のベンデットなんだけど出た手札オールリュウインソー最強、このオールリュウインソーマジ強いからね、このエレメンタルヒーローデッキにおいてこのオールリュウインソーかデッキがデッキというかオールリュウインソーハンドがめっちゃ強いということを証明してやるぜこれマジ強いんですよ、オールリュウインソー、ネオスペースあるからこうでしょ、そして EN エンゲージネオスペースを発動、手札およびデッキからネオスペーシアンとヒーローを墓地に送ることによってデッキからエレメンタルヒーロースピリットオブネオスを特殊召喚し融合をサーチ、そしてスピリットオブネオスの効果発動、スピリットオブネオスの効果によりエレメンタルヒーロー系のカードをサーチながらシャドウミストの効果によりヒーローをサーチ、
強い。いやこれこれ強いんだよなこの動き。ちなみになんだっけ融合しか出せなくなります。EN エンゲージネオスペースっていうカード強いんだけど、なんかその後融合しか出せなくなるっていう効果があって、なんかリンク召喚とかできないから、まあ、例えばねクロスガイとかね、あのエクストラヒーローとかね全部出せなくなるんだよね。 EN シャッフルを発動、エレメンタルヒーローエアーマンをデッキに戻し、エレメンタルヒーローブレイズマンを特殊召喚、ブレイズマンの特殊召喚成功値効果発動、融合をサーチ。かっこいい。なんかやってることはかっこいいよねこれ。そして手札よりマジックカード融合を発動。融合の効果により属性が異なるヒーローモンスター2体の魂を墓地へ送れ。融合召喚現ろ、エレメンタルヒーローサンライザー。そしてサンライザーの融合召喚とリキッドマンのこれこっちがチェンジで、サンライザーの効果をチェーン2で発動。そしてミラクルフュージョンをサーチしながらカードを2枚ドローしてカードを1枚捨てる。ペペッ、あ強そう。あ強そう、めちゃめちゃ強そう。ネオスフュージョンはさすがに最強。もうめっちゃ展開伸びんじゃねこれ。インスタントコンタクトを発動。インスタントコンタクトの効果によりエレメンタルヒーローフレームウィングワン特殊召喚。てかフレームウィングワンフレームシュートマジで早く欲しいな。あれが来るとね、ほんとね、フレーム、じゃあ、あのシャイニングネオスウィングマンめちゃくちゃ出しやすくなるんですよ。マジで。はい。ちょっとね、あいつがいないとね、意外とめんどくさいんだよな、出し方。で、ネオスとフレームウィングマンで融合召喚。Wake up, いつの日も。そして、ちょっとここで戻していいか。ミラクルフュージョンか。ミラクルフュージョンの効果と、ミラクルフュージョンの効果によって、水属性モンスターの魂とヒーローモンスターの魂をゲームから除外。あらろ絶対レード、エレメンタルヒーローアブソリュートゼロ。かっこよすぎる。かっこよすぎるぜ。そして EN シャッフルの効果、 EN シャッフルの効果によってネオスペーシアンとヒーローをデッキに返し、カードを1枚ドロー。フィッ、あーまあ一応サーチとか、エマージェンシー E エマージェンシーゴールの効果を発動。これどうしよっかな、スピリットオブネオスでいっか。そして満を持してマジックカードネオスフュージョンを発動。ネオスフュージョンの効果によりアームのネオス出して出すか。絶対絶対成功はクルーガーの方がいいんだけど、ちょっとさかっこいいが出すわ。エレメンタルヒーローネオスとアームドドラゴンサンダーレベル10を融合。アームドネオスバックダン、カードを1枚セット。え、これかっこいい、これこれがエレメンタルですよ。これがエレメンタルヒーローデッキよ、ネオスデッキ。まあ相手のなんか効果無効にするみたいな妨害一切ないけどね。一切ないけどね。ただこれあの盤面はかなりうぜえぞこれ。盤面はかなりうぜえ。一応、ウェイクアップが展開奏者やばい。これなんだ、これアンナ、アンナさんか。A カップが破壊されたら、なんか戦士グルートっていう効果と、あと、エレメンタルヒーローアブソルトゼロがフィールドから離れると、相手のカードを破壊するっていう、まあそういうね、全部パスでサンダーボルトみたいな効果あるから、違う！クロノス先生。これあれ？これ卒業デュエルだろ？卒業デュエルだろ？卒業デュエル。バレットライナー特殊召喚、やばい。バレットライナー先生なんかその列車どっから持ってきたの？なんか世代2個ぐらい先じゃない？世代2個先の。それ何個先だよそれ。アンティキアパリスティックシュート、バリスティックかパリスティックか未だにちょっとよく分かってないけど、バリスティックシューター効果でギアタイム持って、やばい、これも史上最強モンスター出てくる、もしかして先生。まだドロップアウトボーイ、まだまだあなたが卒業するのは早いのねっつって。やばい、強い強いぞ先生、やばいこと起きてる。ドロップアウトボーイすぎた、これやばい。ドロップアウトファンキューされる。マジぞ。アンティークギアボックスって、でボックス効果、いやこれでアンティークギアモンスター4体揃ったな。
これカオスジャイアントかなんか出てくるのかな。カオスジャイアントはどっちかというとクロノス先生っていうかあれですか、デニスの顔ですよね。どっちかっていうとあの融合事件なんで。パワーボンド。やばいやばいことしようとしてる。まずい。4体融合だ。9000出てくるぞ。9000。やつはバトルフェル中にモンスター効果を発動できない。まメインフェーズ中だったらいけんだけどね。あのモンスターはマホトラップカードの効果を受けず、バトルフェル中モンスターの効果を発動できないが、メインフェル中だったらめっちゃモンスターの効果を受ける。あらあらエレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマン融合召喚成功値効果発動。フィールドの属性の数だけカードを破壊できる。今なんかカードを4枚くらい破壊できるぜ。カードを4枚ほど破壊できるぜ。さらば先生ドロップアウトすんのお前だ、クロノス教授。ここでオーバーロードフュージョンとか言われたら終わるけどね。あ、大丈夫だ、エンドフェイスだと思う。はい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 、よし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 。先生残念でしたね。先生これがヒーローの力だ。ヒーロー最高、デュエル最高、アームドライトニングサンダー、よりゃーすーまぶれー。シャイニングネオスウィングがいなかったら負けてましたけどね。イニシエよりさらに最強ブレイズマンをなんか採用できるのがすごい嬉しいわ。いや本当にヒーローってマジでファリスしかしないから今。ファリス、バイオン、ムーブ、エアーマン、ファリス、バイオン、イングレス、バイオンみたいな。で、ディアボ落とすみたいな動きしかないじゃないですか。いや、ほんとね、このインシーより伝わるし、ブレイズマンをなんか使ってるのが嬉しくて。おう、これがね、やっぱね、ちょっとやっぱいいね。やっぱなんかそう、エモいね。うん。エモエモ。エモエモよ。そして、エレメンタルヒーロースプリットオブネオスの効果発動。ね、これはですね、どうしよっかな。まあエレメントの加護とかでも全然いいんだけど、まあ、フェイバリットコンタクトにしとっか。フェイバリットコンタクトあんまなんかあれなんだよな、水属性もいねえしあんま強かねえんだが、まあ、一応フェイバリットコンタクトを持ってできて、まあ、次のターンの準備をしておくか、またはイーネシャクルか。イーネシャクルだ、イーネシャクルの方がいいわ。これ多分エアーマンでリキッド持ってきてかけた方がいいかな、ドローで。でスピリットオブネオスの効果、エレメンタルヒーローネオス、あらあらおバカーン。そしてイーネシャクルの効果発動、イーネシャクルの効果によってブレイズマンをデッキに返し、デッキからエレメンタルヒーローエアーマンを特殊召喚。そして特殊召喚成功時効果発動、ヒーローをスタッチ。まあまあこれでいいでしょう。こうですね、リキッドマンを手札に加えていく。そして手札よりマジックカード融合を発動、融合の効果により属性が異なるモンスター2体の魂を墓地送り、融合召喚、あらあらエレメンタルヒーローサンライザー。そして、チェーン1リキッドマン、そしてチェーン2サンライザーの効果を発動、ミラクルフュージョンをサーチ。そしてカードを2枚ドローして1枚捨てる。これだけ強いカードを引いてくれると、あー微妙ー。これエマージェンシーあったところで何も起きねえよな。これエマージェンシーあったところでなんだよな。ここでね、できればねインスタントコンタクトが欲しかったですね。インスタントコンタクトからなんか動いていくみたいな動きができると、インスタントコンタクト言ったところであれか、シャーニングネオスウィングは出せねえか、あんま関係ねえか俺相手なんで。まあ一応ドローしてみるか、一応ドローしてみて。でネオスペーシアンと、そうネオスペーシアンとちなみにE を戻せるから別に、グランモールクソモグラさえ入れとけば大丈夫と。うわ弱え弱え、引いたカード一応アブストロ出すか、ミラクルフュージョン発動、アブソルートだよなこれ。まあアブソルート出した方がいいでしょさすがに。まあサンダーボルトって言われる可能性は全然あるんだけど、サンダーボルトめちゃくちゃ飛んでくるし、
ブラックホールもめちゃくちゃに飛んでくるから、まあ、しょうがないよね、これはね。エアーリキッドで融合召喚。あらあらろ、アブソルートゼロ、絶対レード。これ召喚ムービー欲しさあるね。そして手札よりマジックカード、ネオスフュージョンを発動。ネオスフュージョンの効果によりエレメンタルヒーロー、あーこれアームドネオス欲しいけどねいやアームドネオス活躍させたくて組んだできたから、一応いけエレメンタルヒーロー、ネオスクルーガー。これでターンを終了するって全員魂の攻撃表示だ。オネスティノスがあるからな、よしかかってこい。一応破壊されてもネオスクルーガーでネオスワイズマンは出てくるな。うん、で全部パワーあるわ、それ以外ないけど。さあかかってこいよ。エレメントの過去ね、可愛られると強いんですけどね。一応なんかサンダーボルトとかブラックホールとかそういうのケアできるから。一応あれやばいよそれは。何出てくんのこれ、何この盤面で超融合やばくない。待ってやばい。わあ！ネオスクルーガーの効果、そう、ネオスクルーガーの効果によってネオスワイズマンは特殊召喚される。うおー頑張れネオスワイズマン嘘でしょだからルークアップ破壊されると何らかの戦力をリクルートする効果を持っている。アブソルートは強制効果から発動してしまうんだ。ヒーローやったやべえ、なんか覇王10代みたいなことされた。だ超融合ってふざけんなよ。俺のモンスターだぞ、俺のモンスター返せ。あらすわ、覇王10代じゃねえか。エアーマン自体はズルだろおい。いや無理やて、ね、超融合ずるいだろ、ふざけんなよお前、マジで許さないからな。